俺の区間は AWM、 はいどうもスコアレです。今回はですね、エヴァコラボがいつ来るのっていうのを教えてくださいっていうコメントがめちゃくちゃですねあるんですよ。というわけでまあそれに関して今回は考察していこうと思います。始めます。この動画で僕が言うことは全て推測から来る考察です。この動画は考察動画なんで、まあ、これが本当だというふうに思わないでください。あくまで今から言うことは今まであったことを踏まえて考えられる可能性を言っただけですので、よろしくお願いします。まずですね、エヴァコラボの話をする前に進撃の巨人のコラボのお話をしましょう。進撃の巨人のコラボは1回目が8月、2回目が11月にありました。これはアニメ進撃の巨人のアニメシリーズが始まってすぐと終わってすぐにですねコラボを入れたんですよね。でポプテピーピックコラボも見ていきましょう。ポプテピーピックコラボはコラボ自体は去年の12月ですね。アニメの放送は、おっと敵おるやん、敵おる敵おる、おっとおっと、あいつちょっと倒そうか、ちょっと先倒してますね、すいません申し訳ない。先に倒していくよ。まあ削ってるんでやれるでしょう。でも P94 やけんあんま削れてないかな、ワンちゃん。あおた、でまあポプテピピックのアニメはですね、去年の1月から3月まで放送されていました。まあ終わってちょっと時間は経ってましたけど、まあ割りかし話題でもありましたので、まあコラボしたような形なのかなというふうに思います。エヴァンゲリオンの話をしますけれど、エヴァンゲリオンは来年放映されます。いつ放映されるか、具体的に来年のいつ頃の季節に放映されるかっていうのはもう決まってないんですよね。まあでもですね、荒野行動はそのアニメシーズンが始まるか終わるか、その前後にだいたいコラボレーションを持ってくるっていうのが高齢化してますんで、やるとするならばちょっと時期が早いんですよね。早すぎます。今からしても効果は正直薄いですもんね。パチンコとかみたいな感じで、まあ、シリーズとしてねコラボレーションしているのであれば違うんですけれど、荒野行動の場合は別にねシリーズでずっとエヴァンゲリオンとコラボしようとかそういうわけじゃなくて単発じゃないですか。単発でやるのであれば、まあ今の時期するのは少しですねタイミング的には悪いんですよ。なのでコラボしたことで効果を出したいのであれば、まあ今ではないかなというふうに思います。やるとするならば夏休みか冬休みなんですよね。まあこれはまず一つ、エヴァンゲリオンの公式がいつ続報を出すかによるんですよ。続報を出してすぐぐらいに荒野行動のコラボを入れるとやっぱり普通常識的に考えて、まあ、効果は高いじゃないですか。効果はなのでそのタイミングでもしかしたら、まあ、コラボレーションを入れる可能性っていうのもあると思います。あと今の荒野行動って荒野の全国大会ですね、チャンピオンシップの方をしております。でそれがなんだかんだですね、まあ本戦が終わるまで8月ぐらいまでかかりますので、まあ、そことですねチャンピオンシップとコラボレーションをかぶせるってのは、まあ、あんまりちょっと効果的にはやっぱり微妙になっちゃうじゃないですか。だからまあ荒野のチャンピオンシップとコラボをですねかぶせるっていうのもまああんまりなさそうだなというふうに思うんですよ。なのでやるとするならば、まあ、今年の冬ぐらいがまあちょうどいいのかなと。まあ、年末商戦にかぶせることでやっぱり収益ってのも増やすことができますから、まあ、やるとするならば今年の冬ぐらいがまあ妥当なんじゃないかなというふうに思います。もちろんそうじゃなくて例えばですよ、夏頃ですね、荒野のチャンピオンシップがまあ大体8月の前期ぐらいで終わるんですけれど、その後期にまあいろいろするためにその収益を上げるためにエヴァンゲリオンコラボを持ってくるっていうのも十分考えられますし、もしかしたら来年ですねエヴァンゲリオンの放映が開始される少し前ぐらいにコラボレーションをする可能性もありますし、まあこれはまあいろんな可能性があると思いますけれども、まあ僕はですね、まあ個人的には今年の冬ぐらいなのかなというふうに僕は思ってます。で一応僕ですね、荒野行動の公式にも聞いてみたんですよ。エヴァコラボいつしますかっていう風に聞いてみて、画像がこちらになるんですけれど、まあ、本当に当たり障りのないですねもうコメントが入ってきて、特にこれに対して僕言うことないですね。本当に当たり障りなくて何のヒントにもならなかったですね。まあいろいろヒントがあればね、なんかそういうゴシップ記事みたいな感じでなんかですねへりくつ言ってからいろいろ考察することはできるんですけど、まあ、ここから考察できることは何もありませんね。強いて言うのであれば、その前にそのうちのリスナーさんが金券についてですね公式に聞いたと思うんですけど、まあ、あの時はなんだかんだまあ予定はしてますよっていう体だったと思うんですよ。でも今回の回答に関してはまあ予定すらないみたいな、まだそのね予定は未定ぐらいの、それぐらいのニュアンスがこもった文章ではありますので、まあ、コラボレーション自体ですねまだまだ運営から見ても確定でやっていくというぐらいまでには進捗は進んでいないのかなというふうにはまあ思う感じもあります。ただその予定は予定自体はしているので、なんて言いましょうか、例えば荒野行動のですね今年のまあ始まった当初ぐらいにまあエヴァンゲリオンをオマージュしたようなですね、まあ、広告とかも荒野行動が出しておりましたし、ずっとその荒野運営はエヴァンゲリオンとのコラボを匂わせてはいるんですよ。匂
オンワステオ。なんで、まあ、いつでもですね、エヴァンゲリオンコラボができるような準備をしているのかなというふうな感じもしますね。まあ、そのエヴァンゲリオンのそのスタジオカラーが今コラボをしてくださいというですね、アナウンスを待っているのかなと、そういう気もしますね。だから、まあ、荒野運営が全てを今回は決めているわけではないのかなという感じは正直いたします。正面敵折れないやつやれんかな。まあやれなかったね。まあそんな感じはありますんで、まあ運営自体も正直、まあ分かってないのかなっていうのが、まあ本音じゃないでしょうか。うん。まあやるとするならば、タイミング的に効果のある、まあ今年の冬ぐらいなのかなと。まあまあ来年でもおかしくないかな。うん、正直ね。うん。いろんな可能性あるから、俺も確定とは言えないし、確定情報としてね、俺が流しましたって思われてもなんかめんどくさい。そこ敵折るやん。まあめんどくさいので、まああれなんですけれど、まあ僕が考察するに、そんな感じかなというふうに思ってます。そこ敵折るんだけれど、もういいか。もういい。いいや。でもエヴァンゲリオン劇場版ね、ほんとなんか、エヴァ、そこ敵おるし、そこ、当たんねえんだ、それ、カバンに。カバン当たんないんだね、あれ。うん。あれ、カバン当たると思ってた。オッケー、危なかった。あれやれんかったらさすがに恥ずかしかったわ。まあ、エヴァンゲリオンって、一番最初の劇場版、僕はあの、10代の頃なんですよね。いくつやったかな ?18 ぐらいの時やったと思うんですけど、なんかもう、俺、いつの間にかさ、JJ になってるんだよね。うん、10代の頃に、劇場版一番最初にしたのに、ねえ、劇場版、まあ、おそらくこの最後と思われるやつがよ、うん、もうすぐ30になろうかしょるときに、このね、まだ始まってないっていう、どういうことなのみたいなね、まあ思うんだけれど、でも物を作るってのはやっぱプレッシャーなんだろうね。うん、まあ僕も動画作ってますけれど、もうそれとは比にならないレベルでやっぱり、すごく難しい、おっと打たれためっちゃ、難しいことじゃないですか。うん、なんかね、すごいなと思う、そういう、あ、敵おるな、あそこ、あいつか。あいつね、まあ、削りながらやればいいっしょ。適当に。バカって削れば OK。ねえ、もう僕もなんかそういうね、憧れみたいな、YouTube でこうやってね、やってる時に、まあ、自分で映像を作れて、自分でね、音源まで作れたら、どんなに楽しいかって思うことがあるんですよ。まあ、もちろんね、YouTube でいろいろやる上で、まあ、コストパフォーマンスは全く合ってないんですけれど、なんかできればなと思うんですよね。音源編集とか、ちょっとしたなんかね、動画の加工とかね、そういうのができればかっこいいなと思うんですよ。まあ、もうちょっとね、いろいろ落ち着いたらね、音源編集の勉強ぐらいはしたいなと思ってて、まあ、自分一人でね、歌ってみたぐらいだったら編集できますぐらい、それぐらいちょっとね、したいなというふうに思っているんですよ。なんか結構ね、替え歌出されている方とかね、まあ、ちょっとだけつながりがあったりするんですけど、まあ、話聞いてみたら、そんな難しくないっすよって言うんですよ、みんな。うん、そんなに難しくないって。うん、まあ、慣れたら全然できますよ、みたいな言われて、ただその、使う音源編集ソフトによって、あ、なんかバイク走ってんね。まあ、その、使う編集ソフトによって結構左右されるから、そこだけこだわれば全然できますっていう風に言われてますんで、まあ、なんかね、やることも落ち着いてから、何やってもいいですよ、みたいな環境になった時は、そうやってね、いろいろ勉強しようかなと思ってます。まあ、そうやってスキルがあれば、まあ、間違いなくね、生きると思いますし、ね、僕もね、それすごい興味のあるスキルで、もう手に入れたいなっていう風に考えていて、あそこ俺な、考えていて、まあ、いつかちょっと勉強したいなっていう風に思ってますね。かっこいいっていうよりはなんか自分でできないのが悔しいっていうのがね、俺の中であるんですよね。自分でその音源編集できないっていうのが、その人にお願いしないと、あそこおるやん。まあなんかね、人にお願いしないといけないっていうのがすごいなんかね、悔しいですよね。あ、めんどくせえな、あそこ。めんどくせえ、めっちゃめんどくせえ、あそこ。削るのなんかだるいね、ああいうのね。うん、最近タッチバグがひどくて、エイムがね、飛んでいくんですよね。めちゃくちゃ飛んでいくんで、結構引きついてる。これ回ろっか。うん。極力ね、もうなんか、中距離で戦わなくていいようなね、場所で、なんか、いろいろしたいね。あと2人やけん、あと1人どこおる？あと1人。あそこおるんだよな。めんどくせえな。あいつね。やってしまいてえな。どうしよっかな。周りにはおらんのだよね。まあ、向こう側だろ。おるとしたらあと1匹。敵はね。うん。もう後ろおったら俺どっちにしろもう今終わってるからね。うん。多分いないっていう体で勝ち回った方がいいだろう。めんどくせえ。でもこれここからさ、次のアンチ入るのはクソめんどくさいんだけど。クソめんどくさい。もうクソほどめんどくさいね。うん。あの辺ね。あ、めんどくせえ。まあ、あいつがパンパン言ってくれて、ヘイト買ってくれとる分ね。まだあるでしょう。まあまあまあ。からどうしよう、うん、右回りするかな、もう一人のやつ、ね、右側から来そうじゃない、うん、左折ったら多分俺のこと撃つもんね、先にね。ちょ、めんどくせえな、これ。アンチ入るの本当にだるい。あ、待って、戦ってくれてる、戦ってくれてる。入ろう、先に。先に入ろう。ギョフレンかな、これ。あ、マジ無理やった。あれ、ギョフレンだな。だから、これ回復入れんて元気についきついね。あ、めんどくせえ。いやいや、削ったろ、回復入れんて元気。いや、これ不利だ、完全に。そこの丘取らんと勝てんもんね。目の前の、ここね。ほら、絶対無理やと思った。ありがとうございました。